いやお前さん、いや亀さん、いや今日はね、いや田畑さんがいないんですよね。田畑さんいないんですよ。今日忙しいんですよ。田畑さん忙しいみたいで、どっか行きましたわ。どっか行きましたね。ねえ、はい、はい、いやお前さん、僕ね、うん、最近ですね、はい、YouTube でバレエコードなんかいらないっていうチャンネルを見つけましてですね、バレエコードなんかいらないという、まあ、コードの押さえ方ですね。バレエっていうのは、まあ基本、はい、人差し指で、うん、6弦全体を、うん、いっぺんに押さえてという、そう、でその下の他の指で違う弦を押さえるというコード、そうなんです、バレエコード、いわゆる、まあ、いわゆるそのギターを弾き始める人は、うん、まずそこでこう挫折をしてしまうというのがバレエコードですわな。いわゆる有名な F コード、 F とか B マイナーとかよく使うところは、まあそれに当たりますわな、はいはい、そのバレエコードね、うん、バレエコードなんかいらないっていう風にその動画投稿主はプロのスタジオミュージシャンですよ、はいはいはい、だからすごい信頼される、ね、方がですね、バレエコードなんかいらない、これに当てはめたらできるんだっていうのを見つけましてね、はい、うん、それがすごい簡単で楽しいんですよ、うんうん、でギターをちょっと一時僕も迷走しまして、うん、何練習したらいいか分からなくなったりね、僕今何したらいいんやろうって思ってたんですけど、そのサイトを見つけてからずっとそれを弾くのがすごい楽しいです。うーん、あ、よかったね、はい、で、その中めちゃくちゃ上がってるんですけど、何十曲も、うんうん、一番簡単やったのが青葉城恋歌やったんですよ。青葉城恋歌簡単言ってるやろ、簡単でした、青葉さん、あれね、僕原曲のコード見たら、うん、どこが簡単やねんっていうか難しかったんですけど、うん、個人的にね、うん、できる人は簡単なかもしれないけど、ただそのバレエコード使わない、弾き方はもう G とC と D、うん、この3つの組み合わせだけでした。そんなんなんかな、はい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 、めっちゃ簡単でした。おお、すごいじゃないですか、はい、楽しいです。ギター買って、ギターほんま今年買ってよかったですわあんだけさ、あんだけ買え買えって言い続けて、あんだけ迷い続けて、迷い続けて、やっと買ったんが交流戦間中の6月入ってからや。そうなんですよ。でもそこから3ヶ月経つからね。3ヶ月経ちました。3ヶ月ぐらい迷って、はい、買って3ヶ月だから、うん、そう、まあですね、うん、お前3ヶ月迷いましたね、うん、いや買ってよかった、今年一番いい買い物したなって思ってます。よかったね、はい、いいやんか。いやいや、本当楽しいです。早くその披露してほしいね、俺。うん、あれね、うん、またなんていうやろ、見ながらやったら、はい、歌詞もそのコードもその、うん、見ながらできるんで、なんか形になるんですけど、はいはい、両方覚えるんって難しいなと思いました。あ、そう、はい、うん、多分 G、C、G、D とかそんな感じの、はい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 、常にこう G に返ってくるだけなんですけど、うん、あれ次どっち、次 D やったっけ、 G やったっけって、あ、 G やったっけ、あ、 D やったっけ、 C やったっけって、このね、分からんくなるんですよね。なるほどな。あれがだからまだね、まだまだやなと思って、うん、だから、まあ、そのうちのあれです、それもね、きっと分かる人やったらもう音程やから次 D とか分かるんですよね、きっと。分かんねえぞね、きっと分かんねえ。 そこに行きたいんですよね、うん、まあ、特にそんな、まあ、循環コードっていうのもあってね、うん、コードの並びっていうのは大体分かってるんですよね。あ、でそれによってこう来る場合と、うん、まあ、またここは戻って G になって、うん、あ、次は C に行って D に行ってとかっていう、そういうのがね、まああるんで、ね、あるんですね、決まりが。なんとなくわかりますね。やっぱそれは数こなさんとわかんないですよね、きっと。どうなんやろ、まあでも数こなしていくとわかると思います。はい、わかると思います。で僕そのね、うん、ギターって奥深いなと思ったのが、おその Gとか、まあ、D とか B でも F でも何でもいいんですけど、こう左手の動き難しいなと思ってね、うん、ずっと見てたんですけど、こういざ自分が弾きながら歌ってみたら、右手ってめっちゃ大事ですね僕ストロークしかできないんですけど、このストロークが速くなったら歌も当然速くなるわけで、そりゃそうやん、そこリズムをちゃんと刻まんとね、ストロークは。でね、うん、ストロークが速くなるということは歌が速くなって、歌が速くなるということは息継ぎの場所がなくなるんですよ、はい、うん、もう僕息継ぎせんと今歌ってる状態なんですよ、今ほとんど。なんでそういう時はだから、はい、メトロノーム前置いてさ、あ、メトロノームカッチカッチはしていったら、それで、あの、いわゆるその分かるよ、それだったらいいんか、うん、なるほど、うん、あ、なるほど、そうか、そうだね、確かにね、そりゃそうやろメトロノーム使ってるんですね、うん、メトロノームでガチガチだ、チョン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 ってやっぱりこう4つのビートを刻めば4秒しちゃったからね。そうそう、はい、いや僕それでね、今日まさしく今日思いついた練習法があって、はいはいはい、その右手の練習もせなあかんなと思って、右手もそのメトロノームもちょっと頭入ってなかったので、はいはいはい、右手の練習せなあかんなと思って、うん、どうしたらいいかなと思った時に、鼻歌を歌う時に常にこう右手でストロークの練習したらいいやと思って、うん、あ、それは言えてるな、うん、それを
これから鼻歌った時にしようと思ってます。わかるわかる、まあ、よくだからそれは僕らその楽器で演奏するときにね、はい、テンポが速くなることを走るなんて表現する、うんうん、はい、どうしても走るのよ、やっぱり。やっぱそうなんですか、うん、難しいけど走るねんな、うん、そこはやっぱりちゃんと、表紙刻みながらっていうことができればいいんですよね、うん、はい、なるほどね、うん、いやでもギター面白いですわ。あ、よかったね、はい、よかったね。弦変えた？まだ変えてない。あ、まだ切れないんですよ、はい、でも弦切れない。いや僕ね、切れてから交換していいものだと思ってたんですよ、うん、この 2,3 日前までは、はいはい、でもミヤちゃんと大前さんのその会話でね、もう弦がドームのギターのね、うん、弦が錆びてきて押さえづらくなったからもう変えなあかんなっていう話を聞きまして、はいはいはい、弦って錆びるもんなんやって僕思って。そうそう、錆びますよね。錆びますよ。で今日ね、あの朝ね、ミヤちゃんに聞いてみたんですよ、はいはい、弦が錆びたらどうなるんですかって聞いたんですよ、うんうん、だから弦が錆びると、うん、まあ、まず硬くなるから硬くなるような感じがするんで、うん、抑えるに力がいるんですよって言われて、で抑えるに力がいるからすごい指痛くなるんですよって言われて、うんうんうん、でなんかならない、うまくならないんですよっていうふうに言われたんで、うん、あ、そうなんやと思ってね、うん、僕もだからもしかしたら自分で気づいてないだけで、うん、僕のギターの弦も錆びてんのかなってちょっと今日不安になって。そうかもしれんよ。ですよね。いやでもね、そう普通、まあまあね、錆びるよね。錆びますか。大前さんのギターも弦錆びるんですか。錆びるって、まあ酸化するよね、だから。あ、そう、酸化ですよね。うん、だから、うん、錆びるよ。確かにミヤちゃんのドームのギターはね、うん、黒くなってた部分と白い部分があったんで、うん、あ、この黒い部分が錆びてるってことなのかと思って。まあそういうこと、そういうこと、そういうこと。今日変えて見てみようと思ってるんですよ。見てみて、はい。で、押さえにくい感じじゃなくて、うん、まあ音も普通にそんな出にくい感じじゃないんだったら、はい、別に無理やり変えることもないよね、別に。あ、そうですよね。うん、今んとこね、音も普通に出てるし、押さえにくさも変わってないような気がしてるんですけどね。でやっぱりそれで、まあ、切れやすくもなるしね、錆びてきたらね、やっぱり。ああ、そうかそうか、錆びるから切れるのか。まあ錆びるから切れるっていうわけじゃないけども、錆びてきたら切れやすくなる。ああ、うん、ね、ちょっと帰ってね、検証します、ね、ちょっと検証して。お前さんに誕生日に買っていただいた弦があるんで。弦買ったのな、はい、オッケー。まだ負けてないんですけど、切れてないから。まあまあまだ、でも家で使うの僕でも1年ぐらい使うよ。あ、ほんまですか、うん、あ、じゃあ大丈夫か。あのでもなんか例えば、うん、録音するとかねっていう人前でやるとは多分変えるけどね。そんなことないもんな。録音する予定は正直ない。俺ビーズステージで本当はもう去年とかなかったら、あのイベントのモロちゃんにさ、はいはいはい、言ってたんですよ。言ってましたよね、はい、歌出してって言って、歌で歌うから言って、ね、ビーズステージなんか復活してほしいですね、あのちょっとステージ、はい、もう昭和の歌歌い倒してもう集まってくるの、そんなおっちゃんばっかりで。確かに、あのビーズステージはそういう方たち多いですよね。なんか多いよね、あの 客層もね、はい、もうそれが、最前列で望遠鏡持ってて女子撮るおっちゃんとかな。まあ、あの出演者がビーズガールズさんなんで。そうそう、どうしても、ね、その近くで望遠レンズでどうすんのっていうのがいらっしゃるよね、上等なカメラでね。いやいや、高いでしょうね、あの望遠レンズもね。いやいや、すごいよ、一眼レフで。一眼レフで。その長玉は何みたいなね。っていうのはありますけど、だからまあギターね、はい、あのじゃあチェックしてみてください。はい、帰ったら。バレーコードなんかいらない。いや、これはね、革新的な僕にとってのサイトでした。またね、いい曲があるんですよ。どんなの載ってました？悪女、中島みゆきの。悪女になるなら月夜はおよしよ、素直になりすぎる。そうです、悪女とか、あの素晴らしい愛をもう一度とか。うわ、古いいでしょう、うん、あとまあそれもあるし、最近のあいみょんのやつもあるし、うん、あ、そんなのもあるんやね、はい、あるし、そうなんですよ、サザンオールスターズもあるしみたいな。サザンどんな曲あんねやろ。涙のキッスがあったのと、真夏の果実があったのと。津波でもね、バレエコードなしでもめっちゃ難しかったんでできなかったです。いっぱい出てくるのかな。いっぱい出てきました。あと見たことないやつ出てきました。なんか B、うん、M、J、なんか6みたいな、そのよくわかってないんですけど、B メイジャー6、ね、それかな、はい、ちょっと見たことないから断念しましたけど、それは。なるほどね。そうなんですよ、でも ね、結構いいサイトなんですよね。あ、なるほどね。まあでもいいじゃないですか、はい、なんであれをちょっとちょこちょこ弾きながら上達お願いします、うん、もう F コードもいいです。
しばらくは。しばらくはね。いや、だからそこで、前も言ったやん、はい。そこで止まるんやったら、うん、違うところで先に進んで、うん、それからでもええやんかと思う。そうですよね、うん。そこで止まることが一番ダメなんだね。うん。山根さんは完全にエッフェル止まったらしいですからね、一時。山根さん、趣味ギターやろ、でも。そうなんですよね。はい。ってことは続いてるんかな。いや、わかんないけど。F ができなくて止まってるんですって言ってたね。はい。そうやそうや、アメノさんもやってたやギター。そう。お前さんとね、カラオケで講習して。カラオケボックスで練習したわ、そういえば。買いたてのギターを持っていってね。そう。楽天市場で買ったギター。楽天市場で、そう。はい、1万少々でね、買われた。あ、そんなんやったっけ。はい。で、1万なんかでした。なるほどな。うん。でもあの時はね、僕山根さんすごいなと思ったんですよ。はいはいはい。今僕山根さんに肩を並べたなと思ってます。並べてるね。ねえ、はい。先ちょっと行かしてもらいますわ。山根さん。ぜひそこで先行かしてください。まるで阪神見かけて抜いていく特急のように。ほんまやほんまや。確かに抜いて。あれほんまなんであんな待つんですかね。5分ぐらい待つんですよ。7分ぐらい待つときあるんですから。いやほんまに7分とか、あの2台待つやん。まずあの下手したらあのなんていうの、快速急行と、うん、山陽姫路行き直通特急、はいはいはい、2台抜くときあるね。7分って言ったら阪急10分に1本来るからほぼ次のやつ来るやんっていうぐらいね。阪神で時間があるからって、阪神電車の普通で芦屋から梅田に行った時のあの時間感とびっくりしたもん。俺めっちゃ余裕があるんで、僕ね、はいはいはい、僕の絵は阪神の普通に乗ろうと思って普通って芦屋から普通に乗ったらさ、はいはいはい、どんだけ止まんねんっていうぐらい止まったの。もう結構余裕あったのに結構ギリギリやったもんね。あの出屋敷らへんとかめっちゃ止まりますもんね。出屋敷、センタープール前、センタープール前とか出屋敷は止まれへんねん。あ、センタープール前か。センタープール前で止まるし、で阪神尼崎でも止まるし、尼崎でも止まるし、チブネかどっかでも止まるし、ジャーチの方でも確かなんかびっくりするよね。野田でも止まったし。ああ、もう何回抜かれんねんって世界ですね。もうほんまにあんな順番抜かしされるかと思ったぐらい抜かれたね。ほんまですね。阪神はもう絶対特急使うんだめですね。阪急はそない抜かれへんの。阪急だって僕よう帰りますよ、普通で。普通で三宮まで行けるやん。阪急はようしますよ。僕もそう思うんですよ。変わる時間一緒ですもん、ほとんど。まあ西宮北口ぐらいやな、抜かれるの。そうです、ほんまにそうです。昔は園田で抜かれとったんやけどね。あ、そうなんですか。そうなんです。ああ、それは知らなかったです。はい、そうでね。はい。もう昔阪急六甲でも抜かれてました。あ、昔はじゃあ結構抜かれてたんですね。そうね、ちょっとダイヤ変わってから、うん、今特急もさ、いっぱい止まるようになったやんか。ああ、宿川とか。そうですね、昔は宿川も岡本も止まれへんかった。いや、僕高校の時に宿川止まりだして衝撃でしたもん。いや、そこいると思って。あ、まあ、学校一本早く乗らなあかんくなってんけどみたいな。そういうことだよね、はい、また阪急は京都線もいっぱい止まるようになったんですよね。京都線、あれ増えたんですか。だって僕ら昔重曹線です。次四条烏丸まで止まりませんやったんや。そうなんですか、はい、あ、それは増えてますね。じゃあ淡路は止まるが、茨城市高槻、長岡天神、桂市場、大宮、ね、山陰も止まりますしね。山陰も止まるやろ、はい、山陰は後ろの8両目のドアは開きませんみたいな感じやったよ昔。あ、そう、もう短くて。あ、そうなんですか、はい、山陰までこそ立派な地下の駅ですけど、そういうこと。まあ昔も地下やってんけどね、ちょっと短くて、はい、一番後ろの車両の扉は閉まりませんって山陰駅やったそうなんなんですけど。それは知らなかった、はい、そんなんあるんです。いや、阪急京都線、僕なん大学行く時になんでこんな止まるんやろ。同じ昔はね、だから僕らどうしたん、友達に会いに行くときでも、はい、もう次はもう烏丸まで、でもう烏丸から地下鉄乗って。それやったら早いでしょうね。20分ぐらい行けるんじゃないですか。いや、20分そんなことはないねんけど、はい、やっぱりあの大阪から河原町まで40分弱かかってましたけど、今も1時間近くかかる。いや、あのね、重曹乗り換えてからもうめっちゃ長いんですよ。もうあのたまにも西京極にさ、はい、あのラグビーのあれに行くときめっちゃ時間かかるもん。いや、西京極また時間かかりますよね。あの、ま、桂で乗り換えなかんからね。一駅だけ乗らなかった。そうなんですよ。そういうのがあるの、ね。うん。まあ、電車、何の話？何の話が来なかったんですか。そういうことね。あの、そうそう、さっき、そうそう、山根さんを抜いたってことで、見かけで普通にを抜く特急みたいにって言ってから来ないなんて、ごめんごめん。抜いたよ、そう、抜いたんですよ。めちゃくちゃやな、お前。こんなんで、こんな感じでよろしいですか。はい、じゃあ頑張ってギター練習しましょう。はい、帰ってサビチェックします。はい、よろしくお願いします。